移動販売車でございます。まもなく本日の販売を開始いたします。稲城市で先週からスタートした移動販売、車が到着するとともに待ってましたと言わんばかりに団地の住民たちが早速買い物を始めました。これ美味しいですよ。本マグロ美味しいですよ、この移動販売は東京都が都営住宅における買い物弱者支援を目的に始めたもので、生鮮食料品や日用品など生活必需品が250点ほど並びます。品揃えの良さに買い物客たちはカゴいっぱいに商品を入れていきます。これまで多摩ニュータウン長峰団地ではスーパーに買い物に行くためにはバスなどで京王線の稲城や若葉台の駅前まで行かなければならず、なかなか高齢者にはハードルが高いものだったといいます。バスを使っていくので、行き帰りで30分ぐらいかかりますね。15分ずつぐらいかかる。来てくれたらね、もうすごいありがたいです。すごく楽ですね。ほらコロナだからね、なるべく乗り物も乗りたくないし、だからすごく助かっちゃう。移動販売を実施する京王電鉄は地域の利便性向上を目指し、人口流出を防ぐ一手にしたいと意気込みます。この地域は買い物が不便というお声をいただいておりましたので、買い物ができないからこの地域から離れてしまうということはないように、それの少しの助けになればと思って参りました。コロナもありましてニーズが高まっておると思いますので、地域の方々、あと自治体の方々と協力しながら今後も展開してまいりたいと思っております。事業を進めている東京都は今後も買い物弱者の解消とコミュニティの活性化、そして地域の見守りの3点から移動販売を続ける方針です。